なんか親切すぎんか。佐賀だったらさ、だいたいさ、あ、地獄行って戻ろうって言ってさ、戻った瞬間にさ、混沌に飲まれてさ、なにこれってなるのが佐賀なんじゃないの。わざわざ預かってくれるなんて、佐賀らしくないわ。親切すぎる。逆に疑う。じゃあ行きますか。お前たちは、本当の何々どういうこと？力が流れ込んでくる天国来たんだけど。なんで我々地獄来たんじゃないの？天国に来たんだけど。あ、回復ポイントってことか。え、ん？回復した？今全開だから回復しないってだけなのかな。回復ポイントがあるのはめちゃくちゃ嬉しい。そしてこれは敵？あー、敵なんだ。思ってたのと違うんだけど、ジュエルビースト出てきたんだけど。まあ、ガイア東道そんな強くない敵ですね。回復があるんだったら、ちょっと一旦こいつは全力で倒して、で、回復した後に、雑魚敵は全部避けていこうか。さあ、調布。雑魚はワンパンでしょうわ。全部ワンパン。強すぎ。ブルージュ無双始まってんだよな。ガイア凍土はおそらくまだ吸収したことないでしょう。氷さん。あれ？オッケーオッケー。力流れ込んでくる。光って、避けていく。で、あ、わわわ。撤退可能か？退却可能であれば退却していこう。術ポイント節約したいよね。特に分岐はない。どう見てもさ、地獄っぽくなく天国に見えるんだけど、天国と地獄は表裏一体みたいな、何かそういうのがあるのかな。いやでも確かに、いや確かにじゃないか、ハスの花だもんね。お釈迦さん、そういう宗教的なこと詳しくないんだけど、あっちに何かある。こういうことか。なるほど。こっちで下に来て、結界石ゲット。そして戻ってきて、こいつはなぜか避けられないけど、退却できるから退却して、奥に進むと。うわー、めっちゃジャンプできる。とりあえず、わー、ミミックか。撤退できないんだよなー。術ポイント使いたくないけど、使いたくないけど。いや、でも今ブルー強いから、節約しても倒せるか。うわー、LP 削られた。いて。ベイパー。いや、225しか食らわんのか。本気出そう。本気出そう。グランドヒット。吸収して、ベアクラまで撃って、調布、太陽光。デスグリップ。オッケー！ミス！で、超クラ。連携はでかい。調布連携したらワンパンじゃない？ベアクラもそこそこ出るでしょ。4500。いやー、ミミック強えのか。一周目戦ったよね。どんなもんだっけ。161。連携しないとゴミだな、ほんとに。いやー、ボス戦前に術ポイント使っちゃうの嫌なんだけど、魅了されていくんだけど。ベアクラッシュ、味方に打っていく。バカなんか、お前は。いや、まあ全体技がない人が魅了されてるうちはまだ救いか。3100、 OK。 いやー、モンスター吸収したかったな。お、調布。メイレンさんも火力出るようになったわ。調布覚えたのはクソでかい。しかし最強の術師の前でどうなんだろうね。調布なんか今更覚えてもみたいな。これで、あ、王冠、待て。あと1個。あと1個ひらめけば王冠か。そして最高級。
で、ブラッド・チャリスと。さあ、そしたらここを登って行き、おお、そういうこと？面白い。こっち側からも上がれる？どっちから行くのが正解なんだ？まずはパッと見行きやすいこっちから上がってみようか。で、先に進む。出てくる。これ退却ばっかしてると積む可能性あんな。うわー、ボスだったマジか、やばそうなの出てきたんだけど。いや、これは強くない？ドラゴンウォーロード？待て、ドラゴンウォーロード吸収してえな、妖魔の武具。しかし初手はパワースナッチ。パワースナッチあんま STR 低下入んないんだよな。ゲームから入ってベアクラ打って調布オーバードライブ。いやー、調布でいいよな。調布打って、でここも調布。いや、でも調布天地2段やば。お、でも耐えるんだ。へえ、こいつ見かけ倒したかもしれん。意外と弱い。調布は連携しないから微妙かもしれんね。全体攻撃って連携の頭にしかつかないらしいね。こっちは連携すると。しかしブルーの調布と違ってダメージは、あ、でも連携すれば2600出んのか。悪くはないかもしれん。いやー、どうなんだ。2ターン目ここワンチャン吸収、ワンチャン吸収できないかな。メイレンさん一応スターライトヒールで回復投げておっか。 OKOK 回復噛み合った。1139、急に強い。わー、ベアクラってさ命中低いね。微妙かもしれん。そしてヨーマの剣。あー、こいつら回避高えのか。いや、もう一回さヨーマの剣粘ってみるわ。グランドヒットヨーマの剣、ベアクラ調布でスターライトヒール。お、リフレクト。あー、リフレクト美味しいわ。装備させていこう。で、ブルーさんの調布終わっちゃうかもね。妖魔の武具の前に、お、ぴったり100でとどめって無理じゃない？普通に考えて100でとどめ、妖魔の武具でこいつのとどめ刺すのは相当な運ゲーだな。240、お、耐えていく。ドラゴンウォーロードさ、見た目によらず防御型っていう超ヒット、さすがに終わるでしょう。ダメージが4659。お、見かけによらず攻撃型ではなく防御型っていう、めっちゃディフレクトしてくるし。天地二段、お、アニーさん盾で防いでいく。で、チョークラ。さあ、さすがにいかに防御型といえども強っ。ドラゴンウォーロード強ってか勝った。マジ言うてんのか。負ける気はせんけど、こっちの術ポイント一番いやらしいんじゃないの。ラスボスの前にさ、こっちの術ポイントを吐かせようっていう作戦でしょう。いやー、もう残り16しかないよ。太陽光線とかにしておくか。428。いやー、モンスター落ちると吸収できないんだよな。超光線の連携はある意味美味しいか。ちょっと今の構成で登録できるのはしておこう。ね、やばくね？なにこれ？ロザリオンペール？やばくない？なにこれ？かっこいい、かっこいい。なにそれ？ロザリオンペール？やば！空から敵を貫き、地にロザリオを描く。技ポイント消費7。もう打てないし。
マジ言うてんのか。やばすぎるな。スターライトヒールで起こしていく稲妻好き。まあ LP はいいでしょう。強風打って、オッケー、やっと勝ったけどモンスターが吸収できない。いやー、サンダーさんが毎回死んでるから微妙だな。このまずパーティー構成が、吸収できないモンスター、吸収できていないヌサカーン先生用、竜林の剣。え、待て待て待て、それはやばい。竜林の剣はやばい。攻撃力72。勝ったわ。竜林の剣勝ちました、私。なんか剣は2本装備させておけっていうコメントがあったんで、2本装備させましょう。攻撃力72はやばくない？あー、だからこういう時にチーム2で戦うとチーム1が回復するんだっけ。いやー、しかし今チーム2でこのモンスターは荷が重いわ。弱いモンスターが出てきたらさ、ワンチャンチーム2で戦ってみる。これ何でもいいから、チーム2も装備だけは、なんかつけておこうか。うわー、なんかやばそう。いやー、ラスボス臭くない？なんだっけ、地獄の君、シナリオ。地獄の君主との対決。いや、来るんじゃないか、これは。封印されし。卵。ああ。復活してしまったー。さあ、うおー、かっけー。やっていきましょう。ブルー編ラスボス。地獄の君主戦。